作品は1930年から1940年まで全120冊発行された文芸同人誌。横光利一、堀達夫らによる雑誌、文学と雑誌、1930年の双方の同人が発展的に融合し新たな同人雑誌、作品として1930年5月に創刊された。過去に同人雑誌、1928があり、これは年ごとに雑誌、1929、雑誌、1930と名称を変化させた。この雑誌群のうち、1929時点で共に同人であった布上義輔と小野松二とを中心に1930年に作品社が発足。同社からの刊行雑誌となった。他に、小林秀夫、三好達次、井伏益次、牧野真一、川上哲太郎、金寛一、金秀美、深田久也、中村正恒、梶井基次郎、尾崎史郎、尾崎緑、中里恒子、寺崎宏、榊山淳、加村磯太、坂口安吾、神林明、中山義秀、中谷隆夫、稲垣樽穂、石塚裕二、大岡昇平、小山昇平、那須達三、吉村哲太郎、谷川哲三、岸田国士、宮原浩一郎、久米文夫、井上久一郎、鈴木武夫、桑原武夫、三原達夫、山内義夫、太宰志門らの寄稿を受けることとなった。文学史の上では、新興芸術派に対抗する正統芸術派の雑誌とみなすことができ、横光利一の弟子が多く書いた。創刊号掲載の堀達夫、ルーベンスの偽画の改作版をはじめ、梶井基次郎、幸美、川上哲太郎、右左衛門の死と変貌についての対話、小林秀夫による乱暴、飾り画の翻訳などを掲載した。なお、戦後の1979年に創立された出版社の作品社はこの雑誌から社名を取っている。ありがとうございます。